にちは。こんにちは。今回ご紹介するのはこちらのボタニカル柄のワンピースです。可愛いですね。こちら西武そごうのプライベートブランドリミテッドエディションバイアツロータヤマのワンピースなんです。ボタニカル柄は今季春夏のトレンドの一つでもありますね。ボタニカル柄ってこう1枚でさらっと着ても主役になれるんで、結構エフォートレスなアイテムですよね。そうですね。こちらは切り替えのバック部分がカットソー素材になっているので普段使いもしやすいと思います、ね、着やすいですよね。シルエットとかもどうですか？あんまりピタッとしすぎないのが着やすいかなと思うんですけど。そうですね。裾にかけて軽くフレアがかかっているので女性的なシルエットが演出できると思います。じゃあより今年の春っぽく着こなすには例えばどういうアイテムをコーディネートしたらいいんですか？まずおすすめしたいのがこちらのインディゴブルーのジャケットですね。デニムジャケットです。デニムを羽織っただけで印象がまたガラッとカジュアルに変わりましたね。そうですね。セブンティースを思わせるブルージーンはまた春夏の注目のキーワードにもあるんですが、このジャケットはノーカラーなのでよりモダンな印象になると思います。同じく羽織物でもカーディガンだとより軽やかで春らしい印象ですね。白っていいですよね。白のニットって。そうですね。あとこの透け感のある編み地がより軽やかな演出をしてくれると思います。こういうカットソー素材のワンピースってベルト使いとかでブラウジングすることによって自由にこう好みのレングスにしたりとかシルエットが変えられるっていうのが便利ですよね。そうですね。あとワンピースが比較的シックな色合いなので今ネイビーのベルトを使ってるんですが、カラフルなベルトを使っても可愛いと思います。これ染めなんです。ボタニカルダイっていう新しい技術でハーブから抽出した色で染めてるんです。ボタニカルでこんな鮮やかな色に染まるんですね。そうなんです。これ日本語で言うと薄紅青いっていう植物の色素を抽出して染めてる新しい染色方法なんですけれども、こんな綺麗なブルーに染まるんです。深みのある色合いが素敵ですね。これ赤もあるんですよ。こちらはローズヒップティーとかで使われるハイビスカスの色素を抽出して赤に染めてるんです。素敵な色ですね。店頭もボタニカルをテーマに装飾されていますので春らしい気分が楽しめるんですよ。お越しいただいた方には素敵な特典もあるんですよね。そうなんです。ぜひ店頭にお越しください。詳しくはウェブでどうぞ。